第19回目の配信でございます。前回1週間この、バタバタしておりまして、実は4月に予定をしておりました宝塚歌劇団の大劇場の月組の公演が、この配信の日25日が初日、無事開くことになって、その舞台稽古や通し稽古で、なんかバタバタしていまして、先週お休みさせていただきました。申し訳ございません。また、今週から引き続きよろしくお願いいたします。というわけで、今回は、前回のお話、配信させていただきました、渡辺の妻じゃの時に、少し、名前が出たと思いますが、小唄の、綱は上位という曲を、ご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。いかがでしたでしょうか。綱は上位、
また、渡辺つなちゃんとは、変わってガラッとなんか女性の部分が多かったり、そういうふうな表現になっております。やはり、髪型歌というかそういうものはこういう部分も、シャレで楽しいのかなと思うので、これからも、いろいろな曲を配信させていただきたいと思います。さて、早いもので、このコロナ禍の中、始めましたこの YouTube の配信も第20回を迎えることになりました。20回目、前10回目の時になんとなく企画が、なんかバタバタってしちゃって、何もせずに10回を迎えたものですから、今回20回は、またまた特別なゲストが、お出いただきまして、第20回を、配信したいと思いますので皆様どうぞお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。